じゃあまず見てみましょうかね、はいはい、吉川からこのダルラン選手の引き付けからの清水和也選手のズドン。あーなるほど、はい、まあ、いろんなものが詰まっているとは思うんですけれども、はい、まあ、まず、ここからダルラン選手が1対1を仕掛けます。そうですね。で清水和也選手まだここにいますね。そうですね、点決めたのはこの確かに、はい、こことここの一番遠い関係なんですけど、しかもボール要求してますよね、はい、はいはい、でここから、まあ、狙いを変えていくんですけれども、はい、ここからスタートしていって、うん、まあ、これは、まあ、まずまたダルラン選手の得意技です。足の裏でちょんちょんちょんと、相手を引きつけて相手の狙いを待つんですよね、うん、はい、でこの間に清水和也選手はこう動いてきてます、で、まあ、ここ見えてるか見えてないか分かんないんですけれども、はい、ここから中にこう戻します。ここから、はい、ここからここに行きますね。そうですね、はい、ってことは辻さんスペースどこに行きますか。スペースですか、はい、奥のサイドのところですか。こっちに動くってことは、はい、この2人はこっち行きますよね、はい、そうですね。ってことはどこにスペース行きましたか。一番サイドのタッチライン際にスペースができましたね、はい、ここにスペースできましたね、はいはい、っていうところを瞬時に狙ってるんですよ、はい、なのでこのダルラン選手が中にカットインした瞬間、うん、この瞬間ここ、確かにここにスペースが生まれましたよね。生まれましたね、はい、でここを清水和也選手は狙ってますと。なるほど、はい、でまたここからなんですけれども、これを出した後ここ少しだけここで邪魔してるんですよ。なるほど、ガチャガチャガチャと。確かに清水和也選手のマーカーですよね、はい、上村敦也こういきます、はい、ブロックブロックしてスペース空いたところに清水和也選手走り込みます、はい、出した瞬間ちょっとだけここで邪魔をしてる。ここでなのでそうですね、はいはいはい、なのでこのマンツーマンが少し外れてシュートまで行けたと、うん、あこれ中村満選手はダルラン選手をマークしてましたけど、はい、これあやっぱり清水選手が空くと思って、ここ危ないと思ってスライドしたと思うんですよね。ただ間に合わなかったっていうところと、うん、最後ここに安藤選手がいるってこと、はい、これすごい大事で、うん、もしちょっと外れてても安藤選手に当たればゴールなので、確かにそうですね、はい、ここまでが一連で完璧だったかなと思って。なるほど、はい、流します。お願いします。もう一回ちょっと見ていきたいと思いますけども、一連で見てください、はい、これまず清水和也一番端から大外に回る、時間作ってちょっと邪魔して、あはい、そしてファーも詰めてるか。いやこれどうですかね、こう稲葉さんフットサルの教科書のようなだと思いますね。素晴らしいプレーがあったわけですよね。はい、素晴らしかったと思うんで、解説させていただきました。なるほど、この、はい、本当に名古屋オーシャンズが名古屋オーシャンズたる、はい、まあ本当に強さを見せてくれたシーンというところを稲葉さんに解説をしていただきました。はい。